はい、それでは立命館アジア太平洋大学の吉富様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは紹介にありました通り、私は立命館アジア太平洋大学の吉富沙織と申します。一つ、注意点なんですけども、2つ前のメルボルン大学さんの前に、紹介をした立命館大学、こことは同じ法人ではあるんですけれども、大学としては違う大学です。場所も違いますので、出願をするときは注意をしてください。では、画面を共有いたします。ではまず大学の場所ですが、立命館アジア太平洋大学は九州の大分県別府市にあります。東京からだと大体飛行機で1時間半ぐらいの場所です。温泉で有名な場所になります。キャンパスはこういった感じで、左端に見えるのが AP ハウスと呼ばれる学生寮です。そして、この画面の右端に見えている建物が教室棟です。教室棟まではだいたい歩いて、10分ぐらいあれば着きます。そして、奥の方に見えているのが、別府市街ですね。いつの時代からかわからないんですけど、学生は別府市街のことを下界と呼んでいます。もし、スタジオジブリご存知の方いらっしゃったら、ラピュタを想像していただければと思います。山の上にあるキャンパスですので、そうですね、ラピュタのような感じの天空のキャンパスと呼ばれておりまして、学園祭も天空祭というふうに呼ばれています。APU の一つ目の特徴ですが、学生数5830名に対して国際学生は半分です、50%。そして、半分の国際生が92カ国の国、地域から来ています。卒業生も入れるとですね、147カ国です。生徒だけでなくて、先生も教員も半分ぐらいが外国籍となっています。ですので、APU ではほぼ全員がアウェイの環境です。外国籍の、国際生はもちろんですけれども、日本人の学生さんも実は九州から来ているのは30%で、他は関東から3割、近畿から2割以上となっています。APU で学べる学部ですが、こちら2つですね、アジア太平洋学部と国際経営学部の2つになります。それぞれの学部に4つずつ専門分野が分かれております。で、出願をするときは、まずこのアジア太平洋学部か国際経営学部のどちらかを選んで出願をしていただきます。そして、2回生かもしくは3回生ぐらいのときに、自分の専門分野を選んでいただくことになります。ただですね、例えば国際関係に興味があるからアジア太平洋学部で入学された学生さん、例えばですけども、マーケティングに興味があったり、経営戦略に興味があったり、そういった場合はですね、学部は違っても、マーケティング、経営戦略、組織、イノベーション、経済学、会計ファイナンス、こういった授業も取ることは可能です。ですので、両方から学ぶことができますので、そこら辺は安心してください。そして、APU に、いろんな国の学生が集まっている、理由の一つとして、この日英二言語教育があります。今お見せしたこの学部2つ、4つずつの専門分野、9割以上の授業が英語、もしくは日本語、英語と日本語、両方の言語で開講されています。ですので、日本語の方が得意で、基本的には日本語開講の科目を取りたいという学生さんは、日本語基準として、基本的に英語開講の科目を取りたいという学生さんは、英語基準として、出願をしていただいて、テストを受けていただいて、入学をしていただきます。
ただですね、英語基準で入ったからといって日本語開講の科目も、は取れないというわけではありません。どちらの言語でも、授業を取ることは可能です。そして、こちらが学部学生の出願時の IELTS TOEFL のテストの平均点になります。こちらはですね、出願時の平均点ですので、入学している学生さんのスコアは実際これより高くなります。なので英語で入学をしたいという学生さんで、英語を母国語としない国の学生さんたくさんいますけれども、こういった学生さんも高い英語力を持っていますので、そこら辺は安心してください。で、こちらが授業風景の、写真になるんですが、見たら分かる通りディスカッション、それからのグループワーク、こちらが APU ではものすごく多いです。IB の学生さんはですね、やはり慣れていらっしゃると思うので、今まで学んだことを生かして大学でも学んでいただきたいと思います。英語で授業をやるから国際的というわけではなくてですね、 APU では多国籍であるから英語で必然的に授業は英語になるというわけなんです。で、やはりエビデンス、数学的なものの考え方ですとか、論理的な思考、定義をはっきりとさせること、そういったことが世界では普通だと思います。で、 APU では92カ国から生徒が集まってきて一緒に勉強していますので、こういったエビデンスベースであることは、APU では当たり前です。で、また違うというのが当たり前なので、日本でよく言われるピアプレッシャー、こういったことも低いです。そしてですね、考える力を育成したいと私たちは考えています。で、同質的な集団がマジョリティになってしまうと、どうしても自ら考える力よりも理解してまとめる力、こちらが優先されてしまうかなと思うんですけれども、先ほども何回か申し上げた通り、 APU ではいろんな国の人が集まっていますので、違うのが当たり前、違うことを堂々と言える、そういったサイコロジカルセーフティ、心理的安全性がありますので、多国籍だからこそイエスノー、こういった以上の思いやりや相手に置かれた立場への想像力がや寄り添いが生まれると、考えています。とそれからですね、あと最後の1点、150カ国以上の世界の絆とありますけれども、 APU では卒業時に交友会に入っていただきます。そこでですね、世界で、にいる卒業生とつながることができます。ですので、例えば、今度スウェーデンに出張に行くことになったとなったら、交友会のネットワークを通じてですね、スウェーデンに行ったことがある人ですとか、住んでいる人とつながることも可能です。そして APU の学びだけでなく、外でもぜひ学んでいただきたいんですけれども、オフキャンパススタディプログラム、交換留学先は49カ国152大学ございます。短期プログラムも充実しています。 APU ではですね、1年間絶対全員留学というようなルールはありません。というのも、やはり自分の個性を大事にしていただきたいですし、人それぞれに合った学びというのがあると思いますので、ご自分に合ったプログラムを選択していただければと思っています。で、この数字が1回生から取れるもの、入学前、それから2回生、3回生の時に、選択できるものとなります。で、国はこういった感じですね。なので、例えばですけども、交換留学の場合、下の方に見えている交換留学の場合は半年か1年間を選んで、申請をしてもらいます。で、40カ国以上の国から選んで申請をしてもらいます。ダブルディグリーもありまして、こちらは4年間で2つの大学の学位を取得するプログラムです。国はフランス、アメリカ、韓国、オーストリアですね。申請期間はですね、入学のいつ入学するかによるんですけども、
場合によっては入学前に申請していただくか、それか、入ってすぐ1セメスター目の時に申請をしてもらいます。そして、混ぜる生活、APU の寮です。寮ではですね、やはり互いの生活習慣、いろんな国の学生がいて、国際生は基本的に全員寮に入ることが決まっていますので、いろんな国の学生さんと、一緒に生活しながら価値観の違いを知ることができます。違いを知る、認める、そういった場所です。で、イベントもたくさん用意されていますので、こういったイベントを通じてですね、自分で実際に体験をしながらいろんな国の文化を学ぶことができます。部屋は個室とシェアタイプとありまして、もしシェアになった場合は、相手は必ず国際生になります。で、真ん中にスライドのドアがありますので、例えばテスト前だから集中したいという時はですね、ドアを閉めてもらえれば個室のような状態になります。この右上の写真、こちらはキッチンの写真になるんですけども、こういった感じは日常茶飯事で、だいたい生徒はみんな一緒に料理をしたり、自分の国の料理を教えたりしながら、食べ終わったら今度は一緒に勉強する、そんな環境になっています。で、これは外から見たAPU の評価なんですけれども、 APU は開学20年目です。2000年開学ですので、今20年目ですね、なんですけれども、すでに世界大学ランキングの日本の大学のランキングでは総合21位、私大では5位、国際生としては私大2位、それから教育の充実度としては、東京外語と同率の4位となっています。そして人事が見る大学イメージも、注目している大学ランキングとして、第2位に選んでいただきました。それから AACSB ですとか、テッドコール、アンバといった、認証も取得しております。ですので、ぜひ大学院進学を特に考えている学生さんはこちらも注目してみていただければと思います。で、そして就職決定率なんですけれども、 95.3% ですね。私大としてはとても珍しいことなんですけれども、250社以上の企業の方が毎年キャンパスまで来てくれて説明会をしてくれたり、あとは面接もしてくれたりしています。なので、学生は最終面接だけ東京の本社に行ったりですね、そういった環境が整っています。やはり、国際的な感覚ですとか、グローバルな視点、行動力、こういったことが評価をされています。こちらは卒業後の進路の、一例になります。左側が就職先の企業として、で、右側が大学院進学ですね。就職先の企業としては、航空会社、それから、貿易関係、銀行関係、そういったものが多く上がっています。そしてですね、 IB の、生徒さん、やはり総合点以上にこの学習者像を私たちは重視しています。IB はですね、まさに大学の初年次教育そのものなんですね。なので、APU ではですね、IB でなくて、 IB だけでなくて A レベル、そういったものも取っている学生さんが多くいます。ぜひ IB を学んでいる生徒さんは、その試験のことだけでなくて、入学をした後のその大学の環境のこともよく考えて大学を選んでいただけたらなと思います。で、大学で最も重要なのは、その生徒を独立した学習者とするかどうかというところなんですけれども、 APU のルーブリック、ちょっと真ん中ら辺文字が小さくて見づらいかもしれないんですけども、 APU のルーブリックを見ていただけるとですね、IB の学習者像、こちらと本当に相性がいいというのが分かっていただけるかと思います。
そしてこちらは北米の大学の例なんですけれども、北米の大学の多くは IB 学習者、その単位の認定をする仕組みというのを発表しています。残念ながら日本ではまだ文科省が認めていないので、単位認定ということはできませんが、APU ではですね、やはりこの高校でやったこと、IB で学んだことを評価したいと、高く評価したいと思っています。ですので、APU ではこの、IB のスコアだけでなくて高校で何をやったか、こちらも評価をするようにしています。ちょっと学生の在学生の、紹介をしたいと思うんですけれども、アタ君、彼はアフガニスタン出身で、奨学金をもらって高校生はこの時に、日本の IB 校に進みました。彼はですね、実は IB のスコアだけでいくと、他にも IB スコア高い学生さんいたんですけれども、APU が求める人材像に、人物像にとても合っていたので、アタ君には実は高い奨学金を与えてあげています。実際ですね、入学してから彼はすごく活躍しているので、ちょっとその紹介をしたいと思います。彼はですね、入学してすぐクラウドファンディングで資金を集めて、夏休みを使ってアフガニスタンのバーミヤンで、子どもたちのために教育サマーキャンプを実施しました。そこでですね、やっぱりこういった活動を通して同じような志を持った仲間と会いまして、で輪がどんどん広がっていきました。それでその後APU でですね、出口塾と呼ばれるAPU 企業部なんですけれども、学長の出口、ライフネット生命保険の創業者なんですけれども、出口肝煎りで作られたその起業を目指す学生を大学が支援する、その APU 企業部に入ってサフラスクールプロジェクトというプロジェクトを立ち上げました。サフラ、ちなみにですね、このサフラスクールのサフラというのはアフガニスタンで唯一英雄とされている女性の名前から命名したということです。ここにはですね、性別や人種の垣根を越えてたくさんのたくさんの子どもたちが同じような高いレベルの教育を受けられるように、そういった学びの場を作りたい、そういった象徴を作りたいという思いが込められています。現在彼は4回生で、サフラスクール2021年3月開校に向けて準備中です。彼以外にもですね、他にも例えばネパールで図書館を建てるプロジェクトをしているグループですとか、フードロスを考えてゼロ円スーパーとかレストランを立ち上げた生徒もいますし、さまざまな活動をしている学生が本当にAPU にはたくさんいます。APU で学んだ、IB で学んだ生徒さん、特に見ていただきたいんですが、IB は入試よりも入学後の学習に役立ちます。で、APU では秋入学、春入学と2回入学があります。で、国際生、特に国際生はほとんどが秋入学です。ですので、秋入学イコール特殊な環境ではありません。で、先ほどちょっと申し上げましたけれども、日本的の同調圧力、ピアプレッシャーが極めて低い学習環境です。違うからこそ価値がある場の力があります。で、 IB だけでなくて A レベル、アドバンストプレイスメントなどが十分活かせる環境となっています。なので、ちょっと繰り返しになりますが、入試より入学後の学習環境をぜひ重視していただきたいと考えています。で、最後に費用と出願方法を紹介いたします。在学時の費用は授業料1回生は130万で、2回生以降は毎年150万になります。で、こちらの生活費、これは100万と書いてますけども、正直ここまでかかることはありません。毎日外で食べたりということをすれば100万ぐらいいくかもしれませんけども、普通の生活をしていたらここまでかかることはまずありません。で、あとは優秀者育英奨学金というものが用意されています。こちらは授業料を半分、
が、4年間ずっと免除される奨学金となっておりまして、申請の仕方は APU 出願時に優秀者育英奨学金に申請しますか、はい、いいえというところにチェックを入れていただくだけとなっています。とても簡単です。で、入試についてですが、APUMate.net でデジタルパンフレットをダウンロードできますので、もしもっと詳しいことが知りたいという方いらっしゃいましたら、ぜひ APUMate.net を見てみてください。で、APU ではですね、これだけいろんな種類の出願方法があります。これもやはりご自分の個性、得意分野を活かしていただきたいから、こういったようにいろんな種類を用意させていただきました。で、IB 生にはですね、ぜひこの国際バカロレア IB 入試、もしくは、活動実績アピール入試ですとか、世界を変える人材育成入試が、を受けていただければと思います。で、この中でですね、英語基準で出願できるもの3種類ございます。活動実績アピール入試、海外就学経験者帰国生入試、それから国際バカロレア IB 入試、この3種類です。で、国際バカロレア IB 入試、こちらに関しましては基準としては IB のディプロマを取得すること、取得見込みということ、こちらが出願の条件となっています。で、万が一ちょっとディプロマのが取れないかもしれない、心配というかことでしたら、日本語基準とはなってしまうんですが、世界を変える人材育成入試、こちらもIB の生徒さんには本当におすすめです。 IB で今までやってきたことをそのまま活かせるような入試内容になっています。今日はですね、IB 入試と世界を変える人材育成入試をもう少し紹介させていただければと思います。あとすいません、IB 入試と世界を変える人材育成入試の場合は、AP ハウスの入寮、これ優先的に許可をしています。もし AP ハウス入寮に興味がある方は、出願をするときに申請をお願いいたします。まず IB 入試、こちらはですね、出願書類による審査と個人面接、オンラインの面接のみとなります。日本語基準、英語基準、どちらでも受験可能です。また春入学、秋入学、どちらでも可能となっております。そして出願資格としては、ディプロマの取得、もしくはディプロマを取得する見込みのものというふうになっております。そしてもう一つ紹介させていただきたいのが、世界を変える人材育成入試、ロジカルフラワーチャート入試とも呼んでいるんですけども、こちらはですね、書類審査、それから筆記試験がございます。そして一次選考の後に二次選考で個人面接がございます。この筆記試験についてはですね、与えられた資料の中から自分なりの問いを立てて、自分なりの答えを設定して、設問に答えていただくと。こちらはですね、答案用紙をホームページ上で、すでに公開をしております。ですので、興味がある方はぜひ見ていただけたらと思います。探究的なものの見方、考え方、こういったことを見ておりますので、まさに IB で勉強してきた生徒さんにとっては、ぴったりの入試ではないかなと思います。こちら、出願の日程ですね。4月の入学を考えていらっしゃる方、世界を変える人材育成入試は9月15日から始まります。そして青い色のところが試験日です。10月11日、もしくは10月31日か10月1日、そして合格発表が11月の10日となります。 IB 入試を考えていらっしゃる方、第1回目10月1日から始まります。そして、青色の11月25から27、こちらは面接の日程ですね。で、面接どれか1日こちらから連絡が行きますので、この日に11月25から27の間に面接を受けていただいて、合格発表は12月の8、8日となります。9月入学を考えてらっしゃる方、世界を変える人材育成入試は5月14日から始まります。そして IB 入試に関しましては3月の9日から始まって、締め切りが3月の26日です。
4月入学も9月入学もですね、試験日青色のところの日程が重なっていなければ併願可能です。入試解説動画もアップされていますので、興味のある方 apumate.net で見ていただけたらと思います。それからですね、オンラインでの個別相談会も今開催しておりまして、日程9月10日から9月17日になっております。今、受付中ですので、もし、個別相談を受けたいという方いらっしゃいましたら、そちらでも申請を、申し込みをしていただければと思います。ぜひ、世界を変えたいと思っている方、APU に、来て一緒に勉強していただければと思います。私からは以上となります。吉富様、ありがとうございました。今視聴者の方から2つほどご質問が来ておりますので、この場でちょっとお伺いできればと思います。はい、お願いします。はい、まず1つ目が奨学金についてなんですが、奨学金の申請の是非は倍率など選考の結果に影響がありますかというご質問をいただいております。倍率選考の結果、倍率によるというのはあまり考えないでいただければと思います。基本的にはですね、メリットベースでIB のスコアですとか、あとは高校時に学んできたこと、これを評価、総合評価ということになりますので、倍率というのはあまり関係ないかなと思います。はい、ありがとうございます。それでは2つ目の質問なんですが、 APU さんのIB 入試は予想 の、 プレディクティブスコアでも受けることができますかという質問でございます。はい、大丈夫です。ありがとうございます。大丈夫なんですけれども、最終的にもしディプロマが取れなかった場合というのは残念ながら合格取り消しになってしまいますので、そこだけ注意していただければと思います。はい、かしこまりました。すいません、今ちょうど一つ新たにご質問が、はい、来ましたので、こちらで最後とさせていただきたいんですが、はい、3つ目のご質問が、フルでIB ディプロマが取れずにサーティフィケートで、受験することができますかという質問なんですが、こちらいかがでしょうか。そうですね、IB 入試を受けていただく場合はディプロマが必要になります。ただですね、その他の、例えば世界を変える人材育成入試ですとか活動実績、アピール方式、そういった場合ですと、ディプロマがなくても入試は出願は可能です。はい、ご回答いただきありがとうございました。それでは吉富様、発表の方ありがとうございました。ありがとうございました。